はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。お願いしまーす。はい、今回はですね、ラバ一体編成のアルティメットハイブリッドについて見ていこうかなと思います。もうですね、そんなに空に対して基準を置いていないので、アルティメットハイブリッドって呼んだらいいのかわからないんですけども、ちょっとそういった、最近そういった編成がですね、最近もうよく見受けられまして、もうこれ確立されたなと思ったので、ちょっと動画に、いたしました。今回はですね、クラクラチャンネルドライ。名古屋国際連合、クラクラチャンネルの友好クランですね。毎回いつも対戦の方、ありがとうございます。対戦いたしまして、今回ですね、ケントさんがですね、ラバ一体編成の、そして、ネクロを混ぜたアルティメット、ケントさんこちらの編成よくやっているんですけども、こちらで前回の方を取ってくれたので、ちょっと見ていこうかなと思います。まずはですね、こんな風に、穴を開けていきまして、しっかりとですね、ウィザードやアチャクイ、あとネクロとか、進めていけばですね、対空砲3本しっかりと狙えるんですよね。壊せます。こんな風に。アーチャークイーン、ウィザード部隊がですね、12時方向にどんどん向かっていきますので、対空砲3本しっかりと壊していくと。そして、3時方向の対空砲、残った対空砲に対して、ラバー1体を出していきまして、そしてバルーンを回していくといった形になります。こんな風にですね、対空砲3本しっかり壊してしまえばですね、そんなにですね、もうラバーはそんな1体でいいんじゃねえかなといった形になるんでしょうかね。ただですね、今回はフォーミング2連に当たってしまいましたので、ちょっとラバーすぐ溶けてしまうんですけれども、もう余裕ですね。アーチャークイーン、ババキンがしっかりと回ってきまして、で、相手の3時方向の対空砲を追ってくれたので、もう余裕で、で、後ろの下の方から回ってきたバルーンがですね、うまいこと12時方向のアーチャータワーに回りまして、で、アーチャータワーはゴーレムを攻撃しているので、バルーンが壊してくれるといった形になっております。ケントさん、この編成よく思いついてよくやるなーってね、毎回、思うんですけれども、こんな風にですね、対空砲をしっかりもう3本壊せるようであれば、もうフォーミング2連仕掛けてある場所っていうのはもう限定されます。なので、フォーミング2連がそんな仕掛けてなさそうな対空砲に対しては、もうラバー1体でもう足りてしまうなと、火力もそんな高くなければ、ラバー1体で壊しきれてしまうんじゃないかなといった考え方になるんじゃないのかなと思います。というわけで、ケントさん前回お見事でございます。続いてはですね、ラバー1体編成の天才ハイブリッド的な編成、富士山がで、やってくれたので、ちょっと見ていこうかなと思います。もう、あれですよね。ラバーをもう2体ぐらい削ってしまって、もう陸に比重を置いているといった形になっているんですよね。見ていきましょう。まずは12時方向ですね。ヘイストを落としていきまして、で、バルーンでアーチャータバーの方をカットしていきます。そして、これによってですね、この後、はい、出ましたね。ガーゴイルであらかじめサイドカットの方を行っていくといった形になっております。そして9時方向からですね、今回5レヒーを出して、で、アーチャークイーンで8時、9時方向の価格の方をどんどん削っていくといった形になっております。そうですね、空パートが少ない代わりに、こんな風にですね、陸パートでしっかりと価格の方を削っていく。もう、なんだろう、陸パートに比重を置いた裏ラバル的な考え方に近いんじゃないのかなとは思います。こんな風にですね、ゴレヒーの後ろからアーチャークイーンを出していきまして、どんどん区画、施設の方を削っていきます。そして、十字方向、ゴーレム出していきまして、サイドカットをしたらですね、相手のバーバリアンキングを倒していくといった形をとっております。こんな風に穴開けの方を行っていきまして、はい。で、今回はちょっと援軍がね、連れてしまいます。黒バルが1体。黒バル1体連れてしまうんですけども、まあそんなに問題はないんです。で、そして相手のバーバリアンキングを倒しまして、で、自分のバーバリアンキング、アーチャークイーンを中に入れていくといった形になっております。そして、ジャンプを打ちまして、で、自分のアーチャークイーンにかかるようにしっかりとレイジをかけて、相手の援軍を処理していきまして、で、後ろからですね、バルキリーを投入して、で、レイジがかかったので、もうダッシュで相手のアーチャークイーンを見事処理してくれました。で、ここからですね、空パート注目です。はい。三時方向からですね、援軍のラバーを出していきまして、そしてバルーンを出していくと。で、対空砲、六時方向はですね、天才で折っていきますので、もうフォーミング2連仕掛けてある対空砲の確率がもう少なくなってるんですよね。先ほども説明したように。なので、援軍でもらったラバーが結構長生きいたしまして、でこんな風にですね、黒バルが無事に追いつきまして、で、壊してくれるといった流れになっております。この考え方、結構やっぱ参考になるなと思いました。はい、こんな形で黒バルがどんどん迫っていきまして、結構ですね、危ないですよね。
危ないんですけども、まあ余裕しゃくしゃくリップパートで結構削っていたので、そんなに黒バルが遠回りしないで、まあ、最短距離というか、まあすぐにですね、回ってきてくれて、いろいろ壊してくれた。で、もう危ないので、最後ですね、6時方向の黒バルを縦にしつつ、ターゲットを取って、で、なんとか最終的に6時方向のアーチャータワーを壊すと、こういった判断、そうですね、リカバリーというか、そういったのもやっぱりうまいなと思いました。というわけで、富士山ほんとうまいですね。クラチャンドライのエースでございます。というわけで、前回お見事でございます。それでは続いて、ラストのリプレイ見ていきましょう。続いては、課金流エメドラゴンさんのゴーレム4体編成のアルティメット的なことをやってくれたので、見ていこうかなと思います。今回面白かったのが、レイジとかは使わずに、もうレイジの枠をヘイストに回してしまっている。なんだろう、もう、アルティメットよりかは、なんかゴーレム多い、なんだろう、ハイブリッド、ジャンプをクエクに変えたハイブリッド、もしくはウララバルのゴルビズ的な攻め方なんですよね。なので、ここの定義というのが結構難しいんですよね。毎回ですね、こういった変わった編成とか見ると、なんて呼んだらいいんだろうってね、本当にね、悩みますね。といった形で見ていきましょう。もう見ていただければわかるかと思います。真ん中方向、クエクで穴開けてしまえばですね、もうリクパートで対空砲3本壊してしまうんですよね。そして3地方向の区画の対空砲に対してはですね、アーチャークイーンやウィザードで壊せたらいいかなといった形になるんじゃないのかなと思います。まあ、もし壊せなかったとしましても、まあ、ラバ1体で、まあ、なんとか縦にしちゃえばですね、3地方向の対空砲に関してはすぐバルーンが届きますので、そんなに怖くないと。なのでこんな形の編成といった何でしょう、攻め方になっているんだと思います。そしてですね、リックパートでもう6時方向とかもうしっかりとゴーレムが盾になってくれているので、安心安全に壊すことができました。で、そして今回面白かったのがラはですね、3時方向とはもうほんと反対側の7時方向からラバーを出していきまして、赤風船とか吸収していくといった形になっております。そしてヘイスト3つ積んでおります。なのでもう余裕しゃくしゃくで、もうバルーンがどんどん施設を壊していってくれてまして、最終的にラバーが3時方向ですね、アーチャータワー全然弾けずにですね、盾になってくれまして、なんとか壊すことができました。そしてここから注目です。ラバがどんどんトラップの方を吸収してくださいまして、最終的に、はい、弾けてアーチャータワーを壊すといった形で、これは面白いですね。こんな形でもう防衛施設の方を全部壊してくれまして、前回の方エメドラさん、取ってくれました。というわけでエメドラさん前回お見事でございます。というわけで今回はですね、ラバ一体編成の、まあ空軍って言ったらわかんないんですけども、そういった編成の方をお送りしていきました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。